はい、次は IoT ですね。西部商工株式会社様、こんなね他よりも小さいブースだったんですけど、ピックアップをさせていただくと、やっぱり IoT の企業ってあんまり聞き慣れない会社だと思います。なのでまだ IoT っていうのはまだ身近じゃないんだなっていうのは思いますよね。まあ何からすればいいのかやっぱり分かんないと思うんですよ。実際に IoT 入れるけれども、それって費用対効果出るのみたいなことを絶対現場の人、特にまあ IoT 今まで入れてこなかった人は思うはずなんですね。そんなもん匠の世界で俺管理できるしっていうようなプライドもあると思います。ということでやっぱり IoT 入れるということであれば、トヨタ生産方式とかインダストリー 4.0 を理解した方が絶対いいと思うんですけど、ここ話し出すと1時間以上あるんですよ。ということで今回はここまで深掘りせずにですね、サービス内容の案内にフォーカスをさせていただきたいと思いますと。トヨタ生産方式一回ね動画アップロードしてるんですけど、やっぱり修正点かなりありますよということで、リバイスをかけて必ずアップロードをしますし、インダストリー 4.0 も絶対別回でやりますんで、そこで深掘りをしていきたいと思いますので、楽しみにお待ちくださいと。ただ真っさらの状態でやっぱり IoT をね理解するのって難しいと思うんですよ。なので IoT の意義がどこにあるのか、まあざっくり押さえておきたいと。で、 IoT はやっぱり工場の稼働を見える化、今は稼働だけではなくて間接部門まで IoT っていうのは入り込んでるんですけど、まずは現場から行きましょうということで、稼働を見える化しスループットを最大化すると。で、稼働はいろんな要因があると思うんですよね。例えば機器が動いてるのはもちろんとか、保全のタイミングどこなのとか、トレサビリティしっかり取れてる、そこに工数ぶどまり悪くなってないとか、在庫管理しなきゃいけないとか、部品のね照合、やっぱりトレサビリティということで、自動車だとその自動車にどの部品が積まれてるかっていうのを全部トレースしないといけないですね。そのことをトレサビリティというんですけど、そのトレサビリティをするためには部品の照合をしないといけないとか、今どういう部品が在庫であるかみたいなものを全て情報取りしないといけないですね。これを IoT でしていこうと。そしてスループットを上げていこうと。もちろん検査だったりそのフィードバック情報も重要になってくるということで、多岐にわたるんですね。ただやっぱりその最終的な目的としては、工場の稼働を上げるプラス間接部門のコストを下げるということに集約されると思うんですね。なのでスループットの概念の認識合わせをすればぼんやり分かるようになると思いますので、例をお持ちしましたね。丁寧でしょはい、ということで、まあエンジン部品でね、こう認識合わせしていきたいと思います。まずコンノットですね、エンジンに必要な部品ということで、コンノットがあると思います。そしてカムシャフトですね、クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダーブロックと、まあ他にもあるんですけど、この5つである。最終的にエンジンを組み上げたいということで、まあ実際違うんですけど、この流れで作っていくと。例えばコンノットは5分で作れます。カムシャフトは10分で削れますと。クランクシャフトは15分かかります。シリンダーヘッドは30分かかりますと。シリンダーブロックは15分かかりますと。もちろんそのね鋳造だったり砂型があったりとかあるんですけど、そこはね割愛をさせていただいて、もう細かいところをね突っ込んでくるやつがいるんで、空気読めずに言っておきますと。でここのラインのスループットってどのくらいになるかっていうと、5分で作れるじゃんみたいな、だから5分でしょじゃなくてですね、このラインのスループットは30分なんですね。要するにここがボトルネックになると、はい、どんなにコンドットを大量生産しようとしてもシリンダーヘッドが30分かかるんで、最終的には1時間でエンジンっていうのは2個しか組み上がらないんですね。2個しかエンジンは完成しないと。でその間も、例えば昔はですよ、コンドットとかカムシャフト、クランクシャフトってずっと延々と作り続けてたので、在庫としてコンドットは10個、カムシャフトは4個、そしてクランクシャフトは2個ですね。15なんで4個は作れるんですけど、2個はその組み立てに使われるんで2個ですと。でこれが全て在庫になるんですよね。で在庫になるとやっぱり管理費がめちゃめちゃ膨大になってくると。現在庫はよく見える、要するに量産しててたくさん作れるんだからこれっていいでしょ、昔はそうだ、昔のアメリカ人は特にそう考えてたんですよ。これっていうのはめちゃめちゃ問題でした。これを解決したのがトヨタ生産方式、TPS、 トヨタプロダクトシステムだったんですよね。ジャストインタイムで持ってくると、在庫を作らないように多能効果して、そして物を再配置すると、劇的に現場を改善したのがトヨタプロダクトシステムでございました。ただこれをするには各工程でどれだけ時間がかかってるか、ね、見える化しないといけなかったんですよね。で不良品を作らないような仕掛け、まあそこはね、おいおい語りましょうということで、まずは見える化してどれだけ工数がかかってるのか、見えないことにはどれだけスループットがかかってる、どこがボトルネックなのって分かんないじゃないですか。なので見える化しないといけないと。ただね、
手の付けどころがわからないんですよね。なのでトヨタプロダクトシステムの認識がないと見える化だけで終わっちゃうと。やっぱり IoT という言葉に踊らされる人もいると思うんですね。 IoT すれば、改善できるんだ。違うんですよね。この TPS の認識があって IoT は現場と一緒にやっていかないといけないと、ね、ということでざくっとねお話しさせていただいたんですけど、よくわからない場合は今後の動画で答え合わせしますので、もっとわかりやすく話しますのでご安心くださいと。ということでここの見える化をまずしましょうよと、その入り口がその西部紹介からの提案で、さらにこの西部紹介ですね、代理店でございます。中国の IoT をなんと販売してると、ね、気になるでしょ、一気に気になり始めたでしょ、ね、中国の IoT ってどのくらいのレベルなの、ね、西部商工は工作機器工具に強い商社でございまして、なんと IoT も取り扱う異色の商社なんですね。そしてやっぱりブースに行った時感じたのは、やっぱり中国人のフットワークめっちゃ軽いんですよ。でこういった僕は YouTube やってますとね、名刺を渡した瞬間、中国の担当即決しました。ぜひやってほしい。素晴らしいね。でもしよければ今後仕事も出したいみたいなね。だからインフルエンサーの力をめちゃめちゃ理解してるし、レバレッジが効くわけですよ、宣伝にね、肯定してるわけじゃなくて、その反応をやっぱりね日本人は感じてほしい。そしてやっぱり中国の IoT のレベルも気になるはずでございますと。ということでね、どのレベルになるか、なんと導入企業も開示していただきましたということで、写真撮ってきました。目を見張る大手ばかりと、ずらっと、まあ中国資本がずらっと並ぶんですが、中にはありますね、ジャドコ、 CVT でトップ級ですよね。でブラザーだったり牧野、両備、ホンダにも入ってる。で驚くべきは ASM とかバレオも入ってたり、まあフォルクスワーゲンとかボッシュとかもありますよね。中国資本以外にボッシュ、バレオや ASM、ホンダも入ってるということで、まあここだけ見ればなんと大手にも入っていると。どんなサービスなのか、シーケンサーから稼働情報をフィードバックできるんですね。マスターリンクというみたいです。で驚きの導入コスト、俺ビビりましたマジで。なんとですね、月1万円プラス通信機器7万円と、破格ですよね。破格だと思った俺。どういうシステムかっていうと、まあ例えばこうやってマシニングセンターとか CNC があると思いますと、もちろんその PLC シーケンサーがあるので、それに対して LAN ポートをつなげてあげると、CNC PLC と接続してあげると。どういった工作機器にじゃあつなげられるの。やっぱり中国の方もですね、やっぱ西部商工は工作機器に強いので、代理店になってもらえれば工作機器とつながりやすいんで、非常に各班のメリットがあるだろうっていうね、目の付けどころも非常にいいですし、工作機器に多くに対応していると。シーメンス、マザック、ファナック、安川、ヘイデンハイン、確かねトランロイトにある工作機器の数値制御なんかをメインに生業にしているようなメーカーでございますと。ここでもつながっていると。で、シスズン工作機器作ってますよと。知らない人もいると思います。DMG 森瀬駅、名古屋駅から見えますよね。アマダも取り入れてると。大熊、そしてブラザーと。ブラザーってミシンのイメージがありますけど、工作機器もやってるんですよ。ブラザーの調達さんと話したことあります。三菱エレクトロニックと、三菱電機ですね。そして、牧野さん。ということでね、めっちゃつなげられると。ほぼ大手入ってますと。LANポートを接続してしまえば、ボードに情報をアウトプットできると。で、稼働分析ができますと。で、応用可能ということで、この稼働分析から、工作機についてる人材の管理とかね、この A さんはこのぐらい稼働率がいいとか、まあ工程の管理とか、まあこの稼働分析からいろんなものが、明確には見えないんですけど、応用が効きますよということでございました。こんな感じで表示できるとね、すごいよね。でこの機器、この機器、どういう稼働をしてるかみたいなねことが分かりますと。やっぱりその人依存だとあいつ頑張ってるなみたいな感じになるんですけど、こういうふうにデータになると、その工作機器がしっかり動いてるの、原価償却できるような稼働率なのっていうことが見える化できるんですよね。素晴らしい。さらに極めつけはサーバーの必要ないとね。日本の IoT はこういうことするとね、サーバーを置かなきゃといけないと。でそのサーバーだけで数百万300万かかりますみたいな、300万かかりますチーンみたいな感じになるんですよ。クラウド化してるんで必要ありませんよと。もういい、素晴らしいね。 THK もクラウドでしたけど、やっぱクラウドのメリットってそこにありますよね。サーバーを持たなくていいのめっちゃいいと思いますということで、こんな感じでね、稼働分析できると素晴らしいですと。
導入の敷居が、まあ見た感じね、非常に低いですよと。コストも低いと。さすが中国資本だね。サービスレベルがやっぱり高いと僕は素直に感じました。こういうこと言うと、お前中国より、みたいな感じになるけど、いや、日本のものづくり僕応援したいから、奮起してほしいから、こういう情報を知ってほしいから僕発信してます。まあいいものはしっかり使ってあげて、日本のね、製造コストを下げてほしいと思うんですね。いいものは使ってください。そして、ビジネスの本質をつくと。サブスクビジネスですよね、もうこれは。はい。を仕掛けてくるということですね。日本にはもっと上位のサービス、実はあるんですね。僕知ってます。ただ、やっぱり導入コスト、はい、800万みたいな感じなんですよ。はい、1200万みたいな。それが7万プラス1万ですよ。やばくない。はい、ということです。しかし、まあ、プラットフォーム自体が非常に今お伝えした通り、高価なんですよね。導入だけで数百万かかりますと。いうことです。そしてこの中国資本は皆さん知らないと思うんですけど、日本も同じで認知がない。やっぱりその IoT っていうのは一度導入してしまえば置き換えはまず不可能なんですよね。考えてみてください。このマザックの設備にこの稼働分析のボードを入れましたと、システム入れましたと、その後導入にもやっぱり工数が必要なんですよ。社内説得して、なんでこの IoT 入れるんだ、社内リングも必要で、それをもう一回少しいいサービスだからってやるっていうことなんですよね。だからまず顧客を囲い込むと、ここら辺が知的なんですよ、中国はやっぱり、ということでございます。さらに大手にもう実績があって、そこからサブスクでもう収益化できてるんで、価格低価格ができると、 N 数を増やせば利益が発生すると、そういうサービスなんですよね。素晴らしいと。ということで中国の IoT は説明させていただきました。じゃあ日本どうなの、ね、日本も合わせて紹介をさせていただきたいと思います。こんな感じでございました。まあ導入実績3800社、やっぱり数歌ってるだけあって、導入しやすいというかイメージしやすいような IoT でございましたと。テクノワのソリューションですね。昔から生産管理システムの販売に従事しているようなので、やっぱりスキルとしては高いと思います。内容としてはそのパトライトですよね、それをカメラで撮って画像分析で稼働率を出すということで、やっぱり装置の中に組み込むっていうことになると、やっぱり敷居がね、一気にガッて上がると思うんですよ。あ、めんどくさそうっていう風になるんですけど、いや、カメラ設置するだけでいいですよっていうことで、導入の敷居が非常に低くなると思うんですよね。稼働分析こんな感じで取れますと、分単位取れちゃいますと。で、青がやっぱり稼働してるところでございますということで、情報を取れますと。パトライトにこんな感じで取れるんですけど、パトライトに適用できると。で、パトライトってほぼ全ての設備についてるんですよね。なので、例えば接続の規格がうんぬかんぬみたいなものは必要ないんですよね。で、全ての設備が対象ということで、設備を選ばないのがやっぱり最大の強みだと思います。パトライトだけでは生産稼働情報がブレるということで、やっぱりパトライトを見てるだけだと、ここ稼働してるけど実際にものを削ってるかどうかって分かんない場合が大いにあると思うんですね。なので、こういうことを準備してきましたよ。素晴らしいです。監視カメラの合わせ技で稼働状況の詳細を確認できますと。ここ青になってるじゃないですか。要するに青い部分で人の把握、濃いところほどここっていうのは人が従事してましたよということで、パトライトの稼働の妥当性をこれで見ることができるんですね。さらに非コア業務の時間の把握ということで、例えばこれって在庫品の整理をしてるじゃないですか。例えば在庫品の置いてるところにね、カメラを置いて分析してあげれば、これは本来の業務はそのものを加工することなんですけど、在庫の管理に非常にコストが乗っかってるみたいなことがここから分かるんですね。在庫や配置の妥当性を確認できますよと。監視カメラの合わせ技でやっぱりスループットを向上できる仕掛け作りができるんですよね。やっぱり導入しただけだと見える化だけなんでできないと。ただやっぱりこういう感じで合わせ技で現場がさらに頑張ってそれを分析することで、スループットっていうのはどんどん改善してくると。まあ、革新的なサービスではないんですけど、やっぱりイメージしやすいですよね。パトライトを見て、いや、カメラで認識してそれ稼働率出してくれるんだ、それだったらうちもできそうだなみたいな。それで青い部分で人の把握、それ、重ねれば、ここがしっかり稼働してるってことは見るかできるなみたいな感じで、まあ、イメージしやすいんで非常に応用が効くようなイメージがありますと。ということで導入はできるんですけど、最終的には再配置や多能効果が鍵になってくると思います。ごめんなさい、途中で電池切れました。IoT はですね、使用者側の創意工夫で生産性は上げれると思うんですよね。導入して終わりじゃないんですよ。導入してそっから見える化してようやく改善できるようになるイメージなんですよね。なので導入してからが大変ですと。もちろん一部の商品
ではですね、最適化をしてくれるっていうものもあるんですけど、やっぱりその加工品とか工作機器とかだとまだまだそこまで行ってないし、必ず再配置が必要になってくるとか、そういうところがあるので、やっぱりその現場の人の筆の見せ所というか知恵を出して最適化していくと。で、やっぱり何が適している、どういった IoT が自分の会社に合ってるか、ここを見極めることが非常に重要であろうと、そういうふうに今思いますよねと。実際そうですよねって。IoT ってなかなかまだ認知も少ないものが多いんで、どれ選んだらいいか分かんないっていうことになると思うんですよね。なのでそこの見極めですよね。一社購買だけじゃなくて三社購買したりとか、四社購買、五社にあたってですね、自分の会社に何が一番適してるかっていうのを見極めることが超重要なんですよね。出たはいいけど何か使い物にならないってやっぱ最悪なので、やっぱり IoT っていうのはシステムで目に見えにくいものがあるので、そこをね、しっかり他社と比較することが重要なんじゃないかなと思いますと。まあベンチマークをしっかりして導入しましょうということですね。ということで AI だったり IoT を紹介させていただいたんですけど、いずれも、まあ、使い方次第で現場のリソースの有効活用が可能になると思うんですね。そのツールであると、まあ、あくまで導入したから良くなるっていうわけではなくて、導入してうまく使いこなすことでそのリソースを新たに生んで、また経営の資源にしていくと、そういうものなんですね。以上でございますと。世の中にはね、まだまだ僕もね、訪問していろいろ聞いてね、知らないサービスがたくさんあるんだなっていうことが分かりました。そして IoT や AI はいろいろなサービスを知ることがまず重要であると、そのように思いました。まあ僕をね、有効活用をしていただいて、いいと思いますということで、 IoT の会社の方々ですね、お待ちしてますんで仕事の依頼は概要欄からお願いしますと。次回は電気用品安全法ですね。まあこれつまんないかもしれないですけど、商品設計のことを知れるんで、やっぱり商品設計のことが知れると現場の改善とか要望って商品の企画をしてる人から、まあ、降ってくるわけなんですね。なんでこれが必要なのっていうのは、商品設計のこと、商品企画の人たちの苦労が分かると、より現場の人もね、自分に落としやすいということで、まあ、そういった側面から電気用品安全法を語っていきたいと思います。でもう一つはサムスンですね。綴り、毎回間違えててすみませんでした、はい、僕も皆さんと一緒に成長していってますんで一回間違えると動画で残っちゃうんで、めっちゃご指導いただくとかご指摘いただいてね、参っちゃいますけど、動画なんでもう一回じゃなくてみんなそこ行ってくるんですよ。日本人っていうのはね、細かいというか、まあ、そこまで気づけるとないがしろにしないっていうところは、まあ、非常にね強いところだと思いますけど、はい、まあ結構ご指摘されちゃうというところで、しっかりね指摘されたところは直していきたいと思いますと。サムスンに関しては半導体もあるんですけど、ちょっと人材戦略にフォーカスを当てたいなというふうに思ってます。やっぱりサムスンっていうのは日本の電気会社を追い抜いていったので、秀でてるところって必ずあるんですね。虐げるだけじゃなくて、もうそういう発言も非常に多いです。で、強いところは強いと認めて、じゃあどこが強いのってね、ベンチマークしっかりしないといけないと思うんですよ。ベンチマークをしない、おごりがあるとやっぱり負けにつながるんで、しっかり敵も分析するということが重要だと思いますということで、そういった側面からサムスンは紐解いていきたいと思ってますと。もちろん半導体もね、お話ししたいと思います。もしくはその他になりますけど、必ずものづくりにね関連するトピックを発信してます。ものづくりが好きな人、ものづくりに関連がある人、そしてまあものづくり太郎にね興味を持った方は、チャンネル登録をしていただいて応援いただきたいと思います。そして本日の動画でいいことが一つでもねあれば、いいねをぜひ押していただきたいと思いますということで、以上になります。本日はどうもありがとうございました。そして最後にね、展示会で会った人の写真を流したいと思います。また他の展示会も行く予定でございますので、ぜひね、その時は、当時展示会行った時よりはチャンネル登録者数非常に増えてるんで、見かけたらお声掛けいただきたいと思います。まあもちろん行く前にはどういった展示会に行きますよっていうことは告知させていただきますので、どうぞ一つよろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。じゃあね。超嬉しい、超嬉しい、一番嬉しい、マジで嬉しい、ありがとうございます。お声掛けいただきましてありがとうございました。また展示会で会いましょう。